腫瘍と正常組織に対する放射線照射の効果、放射線照射が行われてもそれが一定の、線量以下においては腫瘍及び正常組織にも効果がなく、ある線量を超えると、線量の増加とともに効果が増加し、その様子は S 字状の曲線で示される。放射線療法は、放射線を患部に体外及び体外から照射する治療法である。手術、 抗がん剤治療とともに、癌に対する主要な治療法の一つである。同じく固形腫瘍の根治療法である、下下療法と比較し、放射線療法による治療では、癌が,が発生した臓器の機能と形態を、ある程度から、ほぼ維持することが可能であることが、最大のアドバンテージである。とはいえ、これは放射線療法が、むやみに危険であることを示すものではなく、 放射線療法の有害事象は、実は、完全に放射線使用医のさじ加減で、ほとんどゼロにすることもできる。しかし、癌を治すことが目的で治療を行うのであるから、癌を根治するの確率を上げるため、許容されうる最大の有害事象が起こるだけの大線量を照射しているのが実情であり、蒸気のように、有害事象も有料する必要があるのである。日本では、癌患者が、 その障害で放射線治療を受けるのは4人に1人で、あり、アメリカでの3人に2人と比べると少ない。放射線療法の歴史は19世紀末の X 線、ラジウムの発見を始まりとし、抗生物質、抗ガン剤の開発及び外科手術や、麻酔法の確立がなされていなかった、当時のガン治療はほとんど放射線療法のみであった。ガン治療の目標には根治、延命、緩和があるが、 放射線療法はこのすべてに利用される。固形んを根治させる可能性があるのは手術のほかは放射線療法だけであり、さらに放射線療法は患者の負担が少ない、優しい治療法で体術脳に乏しい高齢者にも適用できる。局所療法のため副作用は比較的少なく、それも大部分は治療後1ヶ月から2ヶ月で自然に収まる。これは 上述のごとく、有害事象を考慮した線量で治療していることと関連が深く、予定調和的な程度の有害事象と、その回遊である。使用される放射線のエネルギーが、正常組織に対して無視できない影響を与えると、講述するように放射線障害と呼ばれる、有害事象を起こし、その内容は部位により多彩であるものの、この影響は放射線治療のメリットに比べて十分。 小さい。繰り返しにあるが、そうなるように放射線治療医が適切に線量を選択しているのである。放射線療法は放射線により生物の細胞が死滅する効果を利用しているが、この作用は細胞分裂の盛んな細胞に対して効果が大きく、分裂の盛んな癌細胞により大きな影響を与えると経験的に知られ、例外はあるもののベルゴニエートリボンドーの法則として、 知られている。放射線は、癌細胞のみならず、正常細胞にも障害を与えるが、癌細胞は放射線による障害からの回復能力が乏しいため放射線療法は、分割照射という形式をとることが多いが、これは、ある照射から次の照射までに、正常細胞がダメージから回復する時間を与え、ダメージから回復できない癌細胞だけが、 効果的に死滅させるようにする照射技術である。癌細胞の数が減少すると、免疫細胞側が優勢となり、残った癌細胞すべてを処分することができるようになる。また、普段は免疫細胞が見逃している癌細胞も、放射線照射によって、その存在が知られ、免疫細胞は癌細胞の場所に移動し、直ちにこれを処分する。 照射されている癌細胞ばかりか、遠隔転移している癌細胞への免疫細胞の攻撃力が高まり、転移層が治癒することもあり、アブスコパル効果と呼ばれている。通常、放射線治療の適用となる疾患は、ケロイド、甲状腺がん症、髄膜腫、超神経腫瘍、下水体腺腫など一部の良性疾患と、ほぼすべての悪性腫瘍である。また、 放射線治療は、外科手術、化学療法、ホルモン療法などと組み合わされ、修学的治療の一環として利用される場合もある。治療の対象となる代表的な癌を次に挙げる。放射線治療は、局所療法であり、普通は、腫瘍のある部分のみを狙って適用されるが、手術の領域リンパ節覚醒と同様に、領域リンパ節やその近傍筋棒を含めることもある。 また、特殊な照射としては、白血病などの骨髄移植前処置として全身に照射される治療法もある。放射線治療の特徴は、切らずに治すことであり、外科手術と異なり臓器温存を可能とする。このため、統計部腫瘍など、切除術により、著しく生活の質の低下を生じるものに、第一選択の治療とされる場合が多い。放射線治療は、 他の手術療法などと同じく治癒可能な病気、病性では根治治療の重要な選択肢として施行される。その他、癌が治癒不能な病気、病性、再発、転移癌の場合でも部分的な主要縮小効果により症状の緩和を目指す緩和治療、拘束治療として広く用いられる。局所的な放射線治療の特徴として 全身への侵襲が小さいため、高齢者や全身状態が悪化した患者に対しても、負担が少なく、緩和医療の重要な手段として治療が行える利点がある。代表的な緩和治療の対象病態は、骨転移の疼痛、骨折予防、脳転移による神経症状、重核腫瘍による上、大腸脈症候群などである。使用される放射線のエネルギーが、 正常組織に対して無視できない影響を与えた場合には放射線障害と呼ばれる副作用を生ずる。放射線の副作用には照射中もしくは照射後早期に起こる早期反応と照射後数ヶ月以上得て起こる晩期反応がある。早期反応の主なものには皮膚、粘膜の炎症と骨髄への障害がある。炎症はどれも照射を終了あるいは中断することで1週間。 ないし2週間のうちに大部分が収まる。その程度が重症であれば、致死的ともなるものの、現在の放射線治療で、高度の早期反応が問題となることは、まずない。一方、放射線感受性が非常に高い骨髄は、低い照射量においても白血球の減少などを起こすが、照射がかなりの広範囲に及ばない限り、実際の問題になることは稀である。 晩期反応は、照射後数ヶ月から十数年経ってから起き、その本質は、微小血管障害と見られている。ほとんどの臓器、組織で問題となりうるもので、主なものには、皮膚や皮下組織の萎縮、繊維化や潰瘍、肺の繊維化による、呼吸障害、消化管の潰瘍や線行、中枢神経の麻痺などがあり、全てを考慮すると放射線治療後の長期生存例の、 数パーセントにおいて何らかの晩期反応が問題になっていると言われる。さらに現在も極めて少数ながら知識的晩期障害の報告があり、また治療に使用する放射線が将来二次元を誘発する可能性も指摘されてはいる。これらの影響は放射線治療のメリットに比べて十分小さく、また重粒子線治療では二次元のリスクが極めて小さいことが示唆されている。 肺は体の中で最も放射線に敏感な器官の一つで放射線治療によって高度の線量で照射された肺細胞の体積に依存してダメージを受け、暴露後2から6ヶ月後に早期の合併症として放射線肺増炎などの放射線による肺障害を引き起こすことがある。万発性の合併症としては胸部放射線治療における放射線肺線異症などがある。 これらの放射線による肺毒性がもたらす合併症を抑えるために装置の改良などによって治療時における正常細胞へのダメージを減らすための努力がなされている。放射線治療は X 線、電子線、ガンマ線といった放射線を照射することで細胞内の遺伝子にダメージを加え癌細胞を破壊する。放射線の照射により 正常細胞にもダメージを与えてしまうが、その感受性は、癌細胞より低い。与えられる放射線の線量に応じて、双方が受けるダメージは、蒸気の腫瘍と正常組織に対する放射線照射の効果の図にあるように一定の線量以下においては腫瘍及び正常組織にもダメージがなく、ある線量を超えると、線量の増加とともにダメージが増加する。 その様子は S 字状の曲線で示される。放射線利用法はいくつかの点で薬剤投与と同じように扱われているが根本的に異なるのは照射体積の大きさや同じ照射線量でも照射分や照射方法により生体反応が全く異なる点である。放射線療法が単独で実施されるか化学療法と併用されるか手術の前か後か 覚醒手術が成功したかどうかなどの要素が治療医の判断によって調節される。主要制御に必要な染料は主要の感受性により異なり、一般的な固形眼への染料は通常 50G 程度、それ以上が必要との見解もあるが正常組織への対応染料を考慮すると照射が難しい場合が多い。高患受性のリンパ腫などは総染料で20から 40G で、 主要制御が十分可能とされる。現在、定位手術的放射線治療を除いて1回、照射法は少なく、照射線量を1日1回、週4から5回照射する分割照射が多く行われる。分割照射の場合、1回線量は1.8から 2.0G が経験的に多く用いられる。1回の容量を小さくして繰り返し実施することは、 正常細胞が成長し直す時間を与え、照射で与えた障害を回復させる。生物学的効果線量は、同じ総線量でも一回線量の大きさ、照射期間により左右される。また、正常組織の対応線量が、照射溶石に影響されるのは前述の通りである。小線源治療法において、古典的には挿入したラジウムの量と体内に、留置した。 時間の席で線量を表現した時代があった。現代では、外照射と同じく吸収線量 G が用いられるが、外照射と生物学的効果を比較、換算するのには注意が必要である。小染源治療では、生物学的効果線量に影響を及ぼすものとして、線量率が加わる。前述したように、通常の1日あたり照射量のスケジュールは、 成人患者で1回あたり 2.0G で1日1回照射であるが、場合によっては違うスケジュールのことがある。一つの方法として、肺がんでの投与法である、チャート法がある。これは肺がんに適用されることが多く、1日あたり2から3回の少量分割照射を行う。成功例が多いとはいえ、週末も含めて毎日複数回の照射を実施することにより、 大きな負担が患者にかかってくる。小児癌では分割照射スケジュールは1回あたり1.5から 1.8G となる。原理的には分割のやり方は治療効果と急性あるいは自発障害との兼ね合いになり、1回あたりの照射量が小さいほど効果発現に時間がかかる。周囲の正常組織へのダメージを最小限に抑えつつ、癌に 十分な放射線を照射するため、癌の場所や大きさ、種類に応じて最適な治療法が選ばれるが、治療法は外照射と小線源治療に分類できる。外照射ではリニアックを利用して体外から体内の病層部に向けて放射線照射を行い、小線源治療では病巣の内部あるいは近くに放射性物質を置いて体内から放射線を照射させる。 リニアックサイバーナイフ外照射療法に使用される代表的な装置を次に挙げる密封、小宣源治療では放射線源が幹部の近傍に導入されて照射される。非密封小宣源治療に分類され放射性同位元素を組み込んだ薬剤を経口的あるいは強常脈的に投与して悪性腫瘍や一部の良性疾患に対する効果を発現させる。薬剤は 傾向的あるいは、強情脈的に、全身投与されるが、β 線や α 線の否定が短いことから、標的に選択的に薬剤を集積させることによって、標的金傍でのみ効果を発揮させることが実現できる。放射線治療の成績を向上させるために、治療方法の工夫が試みられてきたが、その工夫は大きく2種類に分けることができる。一つは、 ん細胞と正常細胞との放射線に対する感受性の差を広げることで生物学的な意味での抗線量を投与して治療効果の向上を求める生物学的な試みでありこれらには放射線増感剤防護剤の利用放射線照射の分割方法の工夫抗がん剤の併用が含まれその効果は細胞実験などを含めた多角的な検証が容易であり 放射線治療の歴史にわたり研究されているが、臨床的な有用性が示されずに使用されなくなったものも少なくない。もう一つは、物理的に放射線を腫瘍に集中させる手段の追求であり、照射を必要かつ十分な範囲に限定しながら多網放射を行うことで、主要周囲の正常組織の被ばく線量を減少させて、副作用の低減を得るほど使用への抗線量投与 可能とするもので、最近の放射線治療成績向上に貢献している CT シミュレーターによる3次元放射線治療計画における考え方であるが、高精度放射線治療はこの方向においてさらに進化したものである。高精度放射線治療は放射線治療時に専用の装置、器具を用いることで目標の領域に高精度な 正確さをもって放射線を集中させて行われる治療方法の総称である。これには特殊な固定具によるセットアップ誤差の低減、患者体内における使用あるいは正常臓器の移動制御による放射線照射範囲の最小限化、コンピューターの行う計算による最適化を根拠とした使用に近接する正常構造の線量のみを下げて放射線を投与する方法といったものがあり、 これらを複数組み合わせて一層高精度の治療を行う装置、施設も増加している。特に普及している高精度放射線治療としては定位的放射線治療があり、脳転移症例に対するガンマナイフ治療、手術適用のない早期肺癌症例に対する対、幹部転移放射線治療というように、非侵襲的かつ治療効果の高い手段として治療の選択肢になっている。 近年は、セットアップされた治療診断場の患者の照射部位の画像を取得して、治療計画時の画像との位置のズレを検出しては、セットアップ位置を修正するという手順を分割して、実施される放射線治療のたびに行うことで、セットアップの誤差の最小化を実現する治療法が急速に広まり、投資、撮影装置が装備された、 アイグとタイオリニアックを利用して治療診断以上でセットアップ誤差や主要の呼吸性移動をリアルタイムに確認し照射位置を修正しながら正確な放射線治療を行うことができる装置も徐々に増えている。これまでの放射線治療では照射範囲における X 線強度は均一であったがイムとは照射範囲内の X 線強度を 場所ごとに設定して照射することで任意の線量分布を作る技法であり、リスク臓器が使用の近くに存在する前立腺癌や頭頸部癌で主に使用されている治療法であり、照射範囲内の X 線強度差はコンピューターによる最適化による。頭頸部癌に対しては多くの場合、原発層ともにケーブリンパ節も系統的に放射線照射を行うが従来法では 唾液腺、特に自家腺が被爆することで、唾液量が極端に減少し、治療後も唾液量の回復はほとんどなかったが、自家腺の染料を落としながら、イムトを実施することで、唾液量は一時的に減少するものの治療後、数ヶ月ほどでほぼ治療前の唾液量まで回復する。ありがとうございます。